ハニューユズルの RE ブレイ公演に見る新たなアイスショーの可能性。新年明けましておめでとうございます。本日は皆さんにとって一味違ったエンターテイメント体験を提供するハニューユズルの単独公演 RE ブレイに焦点を当ててお話ししようと思います。1月7日にテレビ朝日系で放送される独占密着ドキュメンタリーハニューユズル・ RE ブレイでは ハニューがプロデュースしたアイスストーリー、RE、プレイの舞台裏に独占密着。これまでにない舞台演出やゲーム音楽との融合など、多くの新要素が組み込まれたプログラムを堪能できます。公演のモチーフは、ゲーム、であり、演出を手掛けるのは演出振付家のミキコさん。ミキコさんのインタビューやプログラムの振付の裏側、そして新たな挑戦が詰まったプログラムの様子が紹介されます。特に注目すべきは、 MEGALOVANIA などのプログラムでの高難度な挑戦です。記事に寄せられたコメントからも、ファンの期待と興奮が伝わってきます。例えば、アリーナで行われた単独公演の放送になり、通常のアイスショーとは異なるストーリー仕立てで展開され、ミキコさんの斬新でかっこいい演出が賞賛されています。また、ゲーム音楽を多く使用しているため、ゲーマーの方々にも注目されているようです。しかしながら、 記事の中には公演の舞台裏だけでなく、チケットに関する情報も含まれています。佐賀公演のチケットに関してのリセールや、そのシステムに関する不満、そしてファン同士の情報共有が行われています。これにより、公演への参加に関するリアルな情報も得ることができます。個人的には、羽生譲弦の公演には初めて主張する人も多いかと思います。私たちがこれから見る番組がどのような魅力を秘めているのか。 そして何が新しい挑戦として提示されるのか、興味津々ですね。特に、ハブ本人が、しんどすぎてと語るように、成功に至るまでの葛藤や努力、プログラムに込めた思いがドキュメンタリーで紐解かれることが期待されます。この公演が、地上波で放送されるのは初めてのこと。これにより、CS などの有料チャンネルでしか見られなかったファンも、より身近に感じることができるでしょう。 テレビ朝日の制作チームに感謝の気持ちを込めつつ、公演がどのように見る人々に受け入れられるかに注目です。最後に、皆さんに向けてオープンクエスチョンを投げかけます。あなたが期待する、RE、プレイの見どころは何でしょうか新しいアイスショーの可能性についてどう感じますかぜひ、コメントで意見を共有してみてくださいね。それでは、素敵なアイスショーの時間を楽しんでください。